昨日感染が確認されたのは会津若松市で6人、郡山市で3人、喜多方市、いわき市、須賀川市、石川町でそれぞれ1人の合わせて13人です。県によりますと、現段階で新たなクラスターの発生はなく、これまでのクラスター関連の感染者も確認されていないということです。県内の入院者は予定を含め211人で、病床使用率は 42.5% と、昨日に続きステージ3の水準となりました。